あの人の現在。テレビ東京系バラエティ朝ヤンからオーディションでグランプリを獲得し、デビューしたのが平家道代さんです。グランプリ受賞という輝かしいスタートを切りましたが、その後はあまり売れていませんね。そんな平家道代さんのプロフィールや現在の活動内容は気になります。人気があまり出なかったということで、2002年にハロプロを卒業し、その後は道代と改名してシンガーソングライターになり活動していました。3枚のアルバムも発売していますし、それなりに人気はあったと思うんですよね。歌も上手ですし、ビジュアルもいいですからね。しかし、ここでも不運が平家道代さんを襲います。これから売り上げを伸ばしていくぞという時に、当時の事務所社長が失踪したというのです。会社の資金もなくなり、平家道代さんは自分の貯金を切り崩して音楽活動を続けていたということですよ。これほどまでに不運に遭うなんて本当にかわいそうとしか言えませんね。その後、2007年にできちゃった婚をして、11月1日に女児の出産、2012年には男児を出産していますね。幸せな家庭を築けたというのはとても良かったと思います。この頃にも音楽活動を続けていましたが、体調不良により長期音楽活動休止をしていました。現在も完治はしていませんが、回復傾向にはあるということです。バラエティ番組しくじり先生にも出演して元気な姿を見せていましたけどね。自分の体調の様子を見ながら音楽活動を続け、2013年には過去に一緒に活動していたメロン記念日、太陽とシスコムーンらと共演などもしていましたね。売れなかった同士っていうのもあるかもしれませんが、仕事があるのはいいですよね。そして現在ですが、実は2021年に芸能界引退をしており、今は芸能活動をしていないということで、普通に一般人になったようですね。音楽しかないと頑張って芸能活動していましたが、結婚し子供が生まれ家族を持つことによって心境の変化があったのでしょう。今はママとして旦那さんを支え子育てをしているのだと思います。芸能界引退ということで、これからテレビなどへの出演はないかもしれませんが、今でも YouTube チャンネルはあるようで、ライブ映像などは見ることができますよ。過去の平家道代さんを見ることはできますので、そちらで楽しみましょう。